ースお伝えします。偉大なキム・イルソン主席の不朽の著作、朝鮮人民軍の創建に際してと、偉大なキム・ジョンイル総書記の不朽の著作、民族主義に対する正しい認識を持つためにが、イギリス戦軍政治研究会のホームページに載りました。各国と地域の報道機関が敬愛する最高指導者金正恩元帥の革命活動を報じました。ロシアのタス通信、ラオス通信、日本の共同通信、インドの新聞オーションニューズポイント、中国のオンラインニュースの環球網、ギニア国内国際放送と7つの民族語放送、ドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュースと、ナイジェリア金日成金正恩主義研究全国委員会、コンゴ民主共和国チュチェ思想研究全国委員会、ナイジェリア日本部のある朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会のホームページは、見事にリニューアルされたサムチョンナマズ養殖工場を現地指導したことを伝えました。ロシアのタス通信とペクトーサンチェコ朝鮮友好協会、コンゴ民主共和国チュチェ思想研究全国委員会、ナイジェリア日本部のある朝鮮人民との友好連帯アフリカ地域委員会のホームページは、敬愛する最高指導者金正恩元帥の臨席のもと、功労国家合唱団の創立70周年記念公演が盛大に行われたことを伝えました。ドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュースは、工業墓施設に際してクムス山太陽宮殿を訪れたことを、ネパールの新聞アルパンと、チュチェ思想及び戦軍政治研究ネパール記者協会、ネパール朝鮮友好協会のホームページは、同じ内容とともに、偉大な金正日総書記の誕生75周年記念中央報告大会に臨席したことを、朝鮮民主主義人民共和国との連帯ブラジル委員会、ペルー朝鮮友好文化協会のホームページは、地対地中長距離戦略弾道弾北極星2型のテスト発射を現地で指導したことを報じました。各メディアは金正恩元帥の写真を共に載せています。偉大な金正日総書記の誕生日である工業墓施設に際して、ロシアのハバロフスク、中国の上海と丹東、インドネシアのジャカルタ、ブルガリアのウェリングラード、セルビアのベオグラード、ペルーのカリオで共和国の図書写真切手手工芸品展が行われました。会場には偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の不滅の業績を見せる写真、敬愛する最高指導者金正恩元帥の革命活動を見せる写真が掲げられていました。またペクトーさんの不正室の偉人たちの不朽の著作と、戦軍の旗のもと飛躍する朝鮮の誇らしい現実を紹介する図書写真切手、朝鮮人民の創造的才能が宿る手工芸品が展示されていました。開会式には政界など社会各界の人のほか、市民多数、各国駐在朝鮮代表部の人などが参加しました。南朝鮮の各界の人々が敬愛する最高指導者金正恩元帥を熱く称えています。南朝鮮の情勢分析家と軍事専門家は、北が核強国の前列に堂々と入ったのも、世界を見下ろす金正恩元帥の強い胆力がもたらした結果だ。金正恩元帥の正しい導きのもと、北が堂々たる核保有強国としての戦略的地位を強固にしているので、アメリカをはじめ敵対勢力との対決で決定的な勝利を収め、アジア太平洋地域と世界の政治構図を変えたと述べました。平壌新聞をはじめジャーナリズムは、金正恩元帥はパンムンジョムの各所を見て、これから戦争が起きれば敵が膝を屈して停戦協定の調印でなく降伏書に判を押すようにするだろうと宣言したが、これを通して元帥の胆力がはっきりと示されたと伝えました。南朝鮮の各界の人々は、元帥の無比の胆力と卓越した傭兵術による共和国の解消と今の情勢局面について、独頭の気概映える金正恩元帥の無比の胆力、卓越した指導が生んだ尊い結実で偉大な平身路線の勝利、北がアメリカを思うままに動かすありさまだと述べました。共和国のケソン市にクァンフンという町がありますが、そこの第50居住人民班に住んでいる戦争参加者パク・チョンシクさんが90歳の誕生日を、
ファンヘ南道人民病院臨床医学研究所の研究者の功労医師教授博士キム・チュジンさんが80歳の誕生日を迎えました。敬愛する最高指導者金正恩元帥は、誕生日を迎える戦争参加者と医学者に恩情こもるプレゼントを贈りました。朝鮮民主主義人民共和国祖国平和統一委員会が4日、不正室の愛国者天が授けた偉人のもとで民族の統一の願いは必ず実現するだろうと題した備忘録を出しました。備忘録は、敬愛する最高指導者金正恩元帥が民族分断のシンボルであるパンムンジョムに対する歴史的な現地視察を行った時から5年が経った、治世101年2012年3月の視察からこの5年間は戦軍の霊剣を握った元帥の無比の胆力と巧みな知略に敵対勢力が狼狽し、不正室の偉人の燃えるような統一愛国の意志と卓越した指導のもと、分断の暗雲が消え去り、統一の暁がどう明けてくるかを朝鮮民族皆が毎日のように感激の中痛感してきた忘れられない日々だったと述べています。備忘録は、自主統一の時代の明るい前途を示す不正室の偉人、民族の切なる統一の願いを実現する唯一の指導者、民族皆を抱き込んで統一愛国へと導く不正室の大聖人、戦軍の霊剣で民族の運命を守った偉大な守り手、天についた熱い警護、民族の大きな誇りなどのサブタイトルで、偉大なキム・イルソン主席と金正日総書記の国の統一の遺訓を座右の銘とし、その実現のための祖国愛民族愛の偉大な英雄叙事詩を綴ってきた不正室の偉人の不滅の業績について書いています。そして、ペクトーの強い気概と胆力をもって内外の反統一勢力の横暴な挑戦を粉砕し、国の統一意義を正しく導く敬愛する最高指導者金正恩元帥がいるので、民族皆が統一万歳を叫ぶめでたい日は必ずやってくると書いています。平壌の人民大学修道で IT サービスと科学技術の講義に力を入れています。科学教育の年である今年に入って、17万4000件の最新科学技術の資料をデータベースに新たに補充し、多くの外国の本を翻訳しました。また各地の図書館と工場企業の科学技術普及室に情報を迅速に送る整然たるシステムを構築し、多くの科学技術の資料を載せています。すでに確立したリアルタイムの対話型システムによる遠隔講義は、各地の勤労者が先端技術を迅速に習得し、現実で提起される科学技術上の諸問題の解決に大いに役立っています。科学技術の世界的推移と各分野の先端知識を普及する科学技術講義、科学理論講演、新技術の通報講義などに対する社会的関心が深まる中、再教育のためにここを訪ねる人の数が前年同期に比べて3倍も増えました。朝鮮で新切手一種が出ました。金域鉱山毛鉱気概図という地図を表したもので、ここで金域というのは無垢毛、つまり朝鮮を意味し、鉱山は山と川、そして毛鉱は勇猛な虎のことです。その気概を見せる地図ということです。文字通り朝鮮虎をかたどった朝鮮地図となっています。金域鉱山毛鉱気概図は、朝鮮を占領して朝鮮人の名字と名前、言葉と文字まで奪おうと躍起になった日本帝国主義に抗議して1920年代に朝鮮の地形学的特徴を勇猛な朝鮮虎になぞらえて作られました。地図は朝鮮虎の背骨をペクトー大山脈に、胴体の縞模様はペクトー大山脈から伸びた縞脈を表しています。リー・ギルソン副外相を率いる朝鮮民主主義人民共和国外務省代表団が中華人民共和国の訪問を終えて4日帰国しました。朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンが4日談話を出しました。共和国の重なる警告をよそに、アメリカが南朝鮮傀儡集団とともに共和国をターゲットにした侵略的な合同演習を開始したことを受けてのもので、スポークスマンは、
アメリカが南朝鮮で強行している合同演習は、朝鮮半島と北東アジアに核の惨禍を招く露骨な核戦争策動だ。アメリカの核戦争演習は、最近の共和国の核武力強化を問題視し、史上最悪の政治的経済的制裁とプレッシャーを加えている中展開されるため、さらに危険なものだ。アメリカは合同演習キーリゾルブ・フォール・イーグルの強行が共和国の核保有のためであるかのように世論を惑わしているが、これは国略を転倒する奇弁だ。現実はアメリカと追従勢力の核の脅威と恐喝に対応して、朝鮮半島と地域の平和と安定を守るための唯一の方とは、侵略者と挑発者を容赦なく撃滅する核武力を質量ともにさらに強め、力のバランスを保つことしかないということを明白に示している。我々はアメリカの新政府が力による平和を唱え、共和国に対する軍事的圧迫と侵略の企みをむき出しにしていることを絶対傍観しないだろう。アメリカによる核戦争の危険を抜本的に終わらせるために、戦略核武力を中枢とする自衛の抑止力をさらに打ち固め、侵略者が些細な挑発でもかけてくると断固たる報復打撃で容赦なく粉砕する朝鮮の軍隊と人民の意思は揺るぎないものだと述べています。南朝鮮のインターネットメディア統一ニュースによりますと、平和と統一を開く人々進歩連帯など南朝鮮の38の市民団体社会団体が1日ソウルのアメリカ大使館周辺でキーリゾルブ・フォール・イーグル合同軍事演習に抗議して記者会見を開きました。一方、南朝鮮のインターネットメディア民族日報によりますと、南朝鮮のファンス副首相が平和アメリカ遠征団を構成し、1日アメリカで反戦平和のための遠征闘争を始めました。この日、遠征団は闘争の第一歩としてホワイトハウス前でアメリカの反戦平和団体とともに集会を開きました。南朝鮮のインターネットメディア統一ニュースによりますと、パククンゲ政権退陣緊急国民行動が3日国民向けアピールを発表し、第19回全国民キャンドル闘争にこぞって立ち上がることを呼びかけました。団体はパククンゲの弾劾と拘束処罰を求める民心を最大に集めてキャンドルで確認するだろう。4日にパククンゲのいない3月それでこそ春だとのテーマで展開されるパククンゲ拘束ファンギュアン退陣のための第19回全国民キャンドル闘争に各階層が果敢に立ち上がろうと述べました。一方、インターネットメディアの自主時報によりますと、この日、パク・クンゲ退陣全国大学生自局会議がソウルで記者会見を開き、弾劾闘争の先頭に立つことを表明しました。団体は、パク・クンゲ政権のない春を迎えるだろうと題した自局宣言を発表しました。朝鮮人民の正義の意義を支持する連帯集会が、ベネズエラ皆のための祖国党とトパマロ革命運動の主催で行われました。集会にベネズエラの小政党団体の人のほか市民多数が、またベネズエラ駐在朝鮮特命全権大使と大使館員が参加しました。集会で発言した人たちは、アメリカの新たな戦争挑発策動を粉砕し、国の自主権と民族の生存権を守り、社会主義建設を進める朝鮮人民の戦いは必ず勝利するだろうと述べました。外国の人が第二の朝鮮戦争を起こそうと強奔するアメリカと南朝鮮傀儡抗戦勢力を強く糾弾しています。ブルガリア共産主義者同盟名誉委員長、パンアフリカ運動ウガンダ全国執行委員会の委員長、ナイジェリア朝鮮友好協会会長、ブルガリアのソフィアにあるキミルソン図書室主任は、アメリカ主導で南朝鮮全域で展開されている合同軍事演習は、朝鮮半島の平和と安定を破壊し、情勢を戦争瀬戸際へ追い込む張本人が誰なのかを明白に見せている。アメリカは朝鮮敵視政策を放棄し、南朝鮮との合同軍事演習を即時中止し、朝鮮民主主義人民共和国の平和協定締結の提案に応じるべきだと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。
声放送へようこそ。諸村の声放送へようこそ。いよいよ3月で春が待ち遠しいですね。そうですね、だんだん暖かくなっていくのがわかりますね。さてこの頃も変わることなく放送をお聞きになり、ホームページにもアクセスなさっている諸村の声の愛聴者や視聴者から受信報告やご感想ご意見などが添えられたお手紙が殺到していますが、先日埼玉県の岡田信也さんから1月29日付の受信報告が添えられたお手紙が届きました。岡田信也さんはこう書いておられます。諸村の声日本語スタッフの皆さん、ご機嫌いかがですか。ここ埼玉県では1年のうち最も寒い大寒の日、1月20日に雪が降り、その後も冬らしい寒い日が続いています。この頃の平壌の天気はいかがですか。はい、今平壌は春の気配がすっかり感じられますね。春が足音を立てて近づいていますが、リスナーの皆さんからもエールがたくさん寄せられています。お手紙などを通じてこれを感じることができますね。岡田さんはお手紙でこう続けています。先日放送委員会から送られた羽の扇とカレンダー、年賀状と新聞、グラビア紙を嬉しく受け取りました。新年に際して誠に素晴らしい記念品を送っていただき、本当にありがとうございます。昨日1月28日は諸村人民にとっては楽しい伝統の祝日である旧正月ですね。諸村の声放送のホームページに旧正月を迎える子どもたちが多彩な伝統の遊びで一日を楽しく過ごしている姿が動画で載っていましたが、祝日ムードの中面白く見ました。新年に際して送った手紙をふれあいの広場で紹介してくださり、本当にありがとうございます。はい、岡田さんのお手紙その続きです。他の方々からの年賀状もたくさん紹介されましたが、それだけ日朝友好を望む人が大勢いるということがよくわかります。こうした熱い期待と声援に支えられて、諸村の声放送がこれからも日朝両国の間の橋渡しの使命を果たすものと信じております。先日キム・イルソン賞受賞者、人民芸術家称号の受賞者である作曲家クー・スンギさんが亡くなったという悲しい知らせに接しました。偉大なキム・ジョンイル大元帥の主体的音楽思想に忠実に従い、諸村式電子音楽の発展に大いに寄与したクー・スンギさんの死去に深い哀悼の意を表します。今度はクー・スンギさんが1995年に作詞作曲したポチョンボ電子楽団の歌人民の世の中をリクエストします。お望み音楽の時間にこの歌をおかけくだされば幸いと存じます。いつも諸村の声放送に耳を傾け、諸村人民への支持と連帯の思いが込められたお手紙を送ってくださる岡田信也さんにお礼を申し上げます。リクエスト曲はお望み音楽の時間におかけしますのでお待ちください。音楽ファンの東京都の佐伯義則さんからもお手紙が届きました。早速読んでみましょう。いつも楽しい番組をありがとうございます。カムサハムニダ。以前、お望み音楽の時間で私の要望した、もっと高くもっと早くを放送くださり嬉しい限りです。海を越え荒波も越えて私まで届くというのはとても良いですね。感動深いです。今度はキム・ウォンギュンさんが作曲した諸村行進曲をリクエストします。キム・ウォンギュンさんは諸村民主主義人民共和国の国歌やキム・イルソン将軍の歌も手がけた偉大な作曲家だったとインターネットで知り、大きな興味を持っています。この度リクエストをお送りするにあたり、諸村の有名な作曲家についてじっくり紹介する番組を連続的継続的に放送されてはどうかと提案します。はい、キム・ウォンギュンさんの音楽は諸村人民だけでなく世界の人々の間でも広く歌われています。キム・ウォンギュンさんを愛するリスナーの皆さんのために、お望み音楽の時間にキムさん作曲の音楽をたくさん流すつもりですので、どうぞよろしく。
リスナーの皆さん、偉大なキム・イルソン主席の生誕105周年、偉大なキム・ジョンイル総書記の誕生75周年になる意味深い今年、朝鮮の声放送は主席と総書記、そして抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子、敬愛する最高指導者金正恩元帥を称える作文コンクールを催すことにしました。2月16日から10月10日まで行われるこの度のコンクールに皆さん積極的にご応募なさってください。また今年の3月16日は中国語の放送で始まった朝鮮の声放送開始70周年になる日です。意味深いこの日を機にリスナーの皆さんがリスナークラブや家庭で朝鮮の声放送をお聞きになり、またホームページをご覧になる動画や静止画、オーディオなどを電子メールや郵便で送ってくださるようお願いする次第です。ではリスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。ウルチムンドクについてお話ししましょう。ウルチムンドクは紀元前277年から紀元668年まで存続した祖孫初の封建国家国領高句麗時代の愛国名称です。幼い時から馬術や弓術などの武芸に長け、軍事活動家としての資質を身につけました。武漢に登用され、折り重なる外敵の侵略を退ける戦いを指揮して勝利を収めたことで歴史に名を残しました。612年、古武領が300万の外来侵略者に攻められた時は古武領軍の総指揮官として活躍しました。社会科学院歴史研究所の研究室主任博士助教授韓世곤さんのお話です。당시외적들은고구려군대의완강한방어에부딪히게되자当時外来侵略者は古武領軍の頑強な防御にぶつかると、戦争の局面を逆転させようと、いわゆる水陸並進作戦で一大攻勢をかけました。それにウルチムンドク将軍はまず敵の水軍を打ち破る大胆な軍事作戦で対応しました。また敵将との談判の名で単身敵陣に入って敵情を探り、空っぽの村を明け渡して奇襲する戦術を巧みに活用しました。ウルチムンドクは敵軍が攻め入る地帯の住民を退避させ、敵軍に一粒の米、一口の水も渡さないようにしました。そして敵軍を国内深くまで引き入れる一方、絶えず奇襲して疲労困憊させました。ウルチムンドクの戦術にかかった敵軍は飢渇に苦しみ、疲れ果て混乱に陥りました。ウルチムンドクは窮地に陥った敵将に侵略軍の哀れな身の上を嘲笑する詩一首を送りました。詩を受け取った敵将は戦意をそがれ、慌ただしく侵略軍を退却させました。しかしもう手遅れでした。ウルチムンドクの指揮のもと、国領軍は逃げ出す敵軍に追い打ちをかけ、撥水、今の旅東半島の太陽が支流の小島という川で一大殲滅戦を繰り広げ、大勝利を収めました。国領の勝利に終わった612年の反侵略戦争の台風の目、ウルチムンドクは今も愛国名将として広く知られています。愛国名将ウルチムンドクについてお話ししました。